さっきはごめんよ、あかり。さっきはごめんよ、あかり。さっきはごめんな、あかりちゃん。なんか、結構衝撃的な映像でした。うん。でも、なんか、衝撃的な映像だったんですけど、なんか良かった。よー！逃げるぞ！任せろ！さっき逃げ切った。大丈夫。あかりちゃん、行くぞ。あかりちゃん、行くぞ。大丈夫だ。大丈夫だ。俺を信じろ。俺を信じろ。俺を信じろ。行けるぞ。俺を信じろ！あかり！よーい。ドン！鉢合わせしたら終わる。よーい。ドン！なに？それもあんのか、その邪魔も出てくるのか。早いから気をつけて、めっちゃ早いから。3回目さっき経験した、めっちゃ早い。上、この次上、この次上。よし、だよし、だよし、だ。あかりちゃん、ダメかと思ったな。俺は君の未来を知ってるけどね。何よあいつ。でも絶対捕まっちゃダメ。すまね。君は特にそうだよ、わかるよ。とにかくここにいよう。あ、キロちゃんと猫ちゃん、タカさんが、まあ、大体一緒なんだな。それとお兄ちゃんが、そうか、あかりお兄ちゃんがいるのか。あー、怖かったべや。大体一緒なんだな、ここは。うわー、救えた。なんか救えただけで満足してる。もう一人も救いに来ました。なんでまたこっち来んにゃ。あ、離れてたのね、君。たたのむ猫しかいないんだ。そうだね。あとは君だけなんだ。キノちゃんは、やられてない世界線だけど、大丈夫。俺に任せろ。もう自信ついたから。さっきのだいぶ自信ついたから。猫を連れていく。あ、結構渋々来んだな、お前。じゃあ、最後の一人も、救いに行きますか。あ、股関連率が。さあ、猫は何て言ってくれるのかい？てか、両一人で逃げ切るルートもあるんだろうけどな。多分、大して面白くないことになりそうだからいいや。多分、両一人で逃げ切るルートもあるんだなとは思うけど、なんか面白くなさそうだからいいかなって思ってる。どけ、ノクってのはこうするにゃ。パワー系女子やめろ。パワー系女子やめろや。ほらにゃ。もうこじ開けたんだよな、ただの。猫は何て言ってくれるの？猫もさすがに驚くよね。おい、ライトつけるにゃ。早く。猫は第6感が冴えてる。一番この女の子たちの中でも、なんか風止まんない。女の子たちの中では、いいのかな。猫どういう扱いしてるの？さすがに猫も怖いよね、こんなみたいな。シャレならんや。大丈夫。任せろ。必勝パターン。必勝パターン。おい、来るぞ。大丈夫、大丈夫。おいって。大丈夫。任せろ。さすがに大丈夫。2回やった。同じルート。もうここに来たら同じルートよ。ここでぐるぐる回れるのでかいしね。地味に一番下でも回れるのでかい。てか、そういう風に作っただろ、これ。比較的逃げやすいルートが作ってくれてあるから、それを生かすだけ。地の利生かしてけ。地の利生かす。まだ来てる。これまだ来てるね。まだ来てるから、一回回って、下に降りる。一回また下に降りる。で、音楽止まった、上に行く。あとは繰り返しです。何か変なことがなければ大丈夫。来るぞ。これやばいな。上に間に合わないかも。
上間に合わないルート一番まずい。で、鉢合わせルート一番まずい。最悪。最悪のパターンは一応、あるよね。うわ、しまった！このパターン！このパターン一番負け筋だよね！猫！まだか、まだなのか。無駄でしょ。一番辛い。一番辛いとこ行った。ああ、怖かった。今のはぎょっとしたわ。ああ、ぎょっとした。逃げ切った。なんだったんや、あいつは。最後は危なかったな。最後だけは危なかった。猫ハードモード、うわー怖ー、わかんない。ずっとずっと使ってないだ。ほんと勘弁しろにゃ。よかったよ。とにかくこの逃げよう。まあ、待つにはキロたちがいるにゃ。あ、なんだ、同じこと言うのな、お前たちって。なんかこんだけ頑張ったのに、こんだけ頑張ったのに、なんかこんだけ頑張ったのに、なんか、いや、ここからね、製品版だったら続くはずなんですよ。皆さん、朗報です。皆さんに先に言っとく朗報なんですけど、2016年に開発体験版こうやって出て、まあ今2021年なんですよ。ご存知かとは思うんですけども、わかると思うんですけど、まあ多分ですね、当の本人たちも多分忘れてる。というわけでですね、まあ、無事全員逃げ切ったルート出たわけですよ。はい。で、まあまあね、ゲーム、まあこの、体験版なんで、まあこの、ね、すぐ終わるクオリティだったじゃないですか。パートも多分そんな長くなってないんですよ。ただですね、やってねえとこ行ってねえとこあるんで、トイレとかね、もう余計なとこに首突っ込まないって言って、他の部屋はほとんど入れなかったんですけど、トイレとかはね、オープンだから入れる可能性もあるんで、まあ一回それ見るのと、バッドエンド。まあ、バッドエンド開始はね、体験版。てか、バッドエンドさ、作られてんのはいかがなものかと思います。私は。じゃあ行きましょうか。じゃあ、昨日お願いします。今回のパートは先に言っとく。見なくていい。トイレ行ってねえな。トイレ行っとく？フラグな気がするけど。はははは。あ、私はここで待ってます。そういうことも言うんだ、ちゃんと。トイレの話もすんだ。あ、なに？ LINE が来るんだ。トイレでいると。え？なにこれ？あれ？猫ちゃん、こんな時なのに、榊さんトイレ行ったよって。送る人間違えてんだね。怖くない？送る人間違えてるよ。へえ、そんな会話あるんだ。誤爆しました。ごめんなさい。えー、こんなんあったんだ。回収しとくべきだった。こっちは？ダメ。はい。ごめんな、昨日。ごめん、昨日。ごめん、昨日。さあ、こっからですよ。これさ、君わかるって、この声の聞こえなくなるのも怖いな。天の声が聞こえなくなったってことなんだもんな。もう誰もいないもんな。行くしかないんだよな。もう多分これはみんなエレベーター。おい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 、全員違うのかよ、全員違うのかよ。いや、開いてるし。
右もたへドクンドクン聞こえる。へえ。おーおーおーおおおひエレベーターをそんな風に使っちゃダメだよどうなってんのどうなってんのちょっと待って、怖い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 。ひどいね。なんでこうなった。なんでこうなってんの。ハサミどうなってんの。は、まさかゲラマハサミポケモン。ゲラマハサミポケモン。ゲラマハサミポケモンじゃん。ハサミポケモンじゃん。キングラ。クラブキングラハサミポケモン。変な声が止まらない。僕もびっくりした。これはひどい。これはいけつないもん見ましたわ。やべえ、よだれ出てきた。やべえ、ちょっと待って、よだれ取れた。ひでえわ、俺もうダメだわ、これ。こう、なにこれ。はあ、癒しの BGM だ。産地回復しよう。今日さ、俺明日仕事なんだけど。俺は猫ちゃん。頼むよ、猫。猫。確かにいろんな意味で君しかいないんだ。ん？おしっこ？これ明かり版も見たかったな。まあ明かり版さすがにいいわ。特になんかあるわけじゃないのか。あ、猫あったあった。よかったよかった。はい。はよ、白にや。それだけか。次かな、垂れ流し。なかなか毒を、なかなか毒を言ってきますね、猫さん。さあ、女子トイレにも入っておこうかな。ほい。ほい。心の準備はいいですか？皆さん、皆さん、心の準備はいいですか？じゃあ、皆さん一緒に行きますよ。せーの。猫すまん！どうなったんだろうな、どうなったんだろうな、怖いな。どうなってんだ。はい。猫は見ます。ポチ。いやいや、今まで使わなかった小ホール、なんでホールにいるの君は。はあ、心の準備できてね。やべ。あ、もうあるんじゃん。やれやれ。いや、近づかなくてもいいって。わかるでしょ？やばいって。なに、なに、どうなったんだ？どうなってんのこれ。え、なんで？なに、どうなってんの？貼り付けにされてる。取れてる。一番ダメなやつ取れてるやつ、これ取れてるよ。取っちゃってるよ。取っちゃダメだって言ったでしょ。僕そういう取るのダメだって言ったんじゃん。ちょっとねえ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 。取れちゃってるよ。一番ひどいよ。強気な女の子と見たらこうなるんだよ。クビつくじゃねえ。メスに気づかれて。何？ハサミポケモンなの？メスポケモンなの？ゲラーマって何？メスポケモン？ハサミポケモン？体に力が入らない。ダメだよ、こういうことしたら。ダメだよ、こういうことしたら。ちょっと待って、ツボ飲み込む大変になってきたもん。ちょっと、これちょっと殺しどいですよ。もう殺してくれ。もうすぐもうバン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 、もうバン、もう画面隠さなきゃいけない。僕、丁寧に画面隠さなきゃいけないんで、ね。